エキサイティングなレースにするんだな。勝てばお前たちを自由にしてやろう。全米で話題のカートアクションゲームが日本上陸。ベロ皇帝率いるエイリアン軍団に誘拐されたクラッシュたちは宇宙を舞台にレースをすることになった。ぶっ飛んだ多種多様なコースをアイテムを駆使して走り抜けろ。最後まで大興奮間違いなしのレースは爽快感抜群だ。これがバーチャファイター10周年記念作品がアクション RPG となって登場。舞台は近未来の仮想現実世界ネクサス。トレジャーハンティングに出かけた主人公のセイはそこである事件に遭遇してしまった。バーチャソウルを見つけることで伝説のバーチャファイターたちから技を伝授してもらい、セイをパワーアップさせるのだ。君はバーチャ技を駆使し事件を解決できるのか。これが猛虎紅破山だ。この剣がお前の道を切り開く力となるだろう。医師を2000円で体験できてしまうゲームが登場。君は配属されたばかりの外科医となり、数多くのオペをこなしていきながら一流の医者を目指すのだ。医局独特のルールに揉まれながら技術的精神的に成長していき、教授や患者からの信頼を勝ち取れ。君はその腕で何人の患者を救うことができるか、そして大切な人を守ることができるのか。大人気本格派テニスゲームの第2弾が登場。今作では4大大会のコートを完全再現。リアルな臨場感を味わうことができるようになったぞ。選手数も増え、世界の実際トッププレイヤーが16名も登場するのだ。またオリジナル選手を作り強化していくプロツアーモードを追加。君の手でランキング1位の選手を作り上げろ。太陽センサーを内蔵したことで話題を呼んだ僕らの太陽、その新作が登場するぞ。今作では太陽センサーを使い新しい武器を合成できる太陽鍛冶が追加。60以上の武器が登場するぞ。また登場人物の増加や魔法の登場により RPG としての要素もパワーアップした。君は自然を味方にし太陽光を集めることができるのか。伝説のゲームファイナルファンタジー1-2がアドバンスで蘇る。今回のアドバンス版では新システムの追加により今まで以上に快適に遊べるようになったぞ。またエクストラストーリーソウルオブリバースや歴代 FF シリーズの敵が登場するソウルオブカオスといった追加ダンジョンがあり、内容も充実。アドバンスで伝説を体験せよ。話題のマリオ VS ドンキーコングがゲームボーイアドバンスに登場。ドンキーコングに盗まれてしまったミニマリオを取り返すためにマリオが立ち上がった。ゲームを進めていくとステージがプラスされていくシステムを採用。40以上のステージに挑もう。多彩なアクションを駆使して全ステージクリアを目指せ。